三宅雄二の生かすバンド天国とは TBS で放送された深夜番組平成名物 TV の1コーナーである。1989年2月11日に始まり、1990年12月29日に多くのバンドを排出して幕を閉じた。その後、2007年12月30日にあの伝説の番組再び、イカ天2007復活祭名物バンド劇レア、 映像今夜限りの大放出スペシャルと題し、17年ぶりに復活した。イカ天が公式な通称であるために、イカス、バンド天国と誤職されることが多いが、イカスをひらがなで書くのが正式な表記である。この番組に出場したバンドの総数は846組であった。毎週土曜深夜20組のアマチュアバンドが登場し、審査員によってチャレンジャー賞バンドが選ばれて、 前回のイカテンキングバンドと対決して勝った方がイカテンキングとなる。5週連続でイカテンキングを防衛したバンドはグランドイカテンキングとなりメジャーデビューが約束された。だが番組開始当初にはメジャーデビューへの道という話は全くなくグランドキングになれば48チャンネルのスタジオを借り切って録音ができ番組で PV を制作してもらえるというだけであった。 したがって出場バンドの中には、ベンチャーズやグループサウンズのカバーあるいはプログレッシブロックを演奏するバンドも少なくなく、かつて存在した同様の番組、勝ち抜きエレキ合戦に出場経験のある中年男性バンドというフルツワものも登場し、そういうものも含めた学園最適な賑やかさも番組制作の狙いの一つであったという。番組は当時爆発的な人気を呼び、 1989年の新語・流行語大賞の流行語部門大衆賞を受賞するまでに至った。1990年1月1日には日本武道館において前日の第31回日本レコード大賞のセットをほぼ流用するような形で輝く日本イカ展大賞が行われた。番組名称からイカの天ぷらのようなイラストマークが設定され、 スタジオバックにも描かれていた。司会は、三宅裕二と、愛原勇。第1回放送時は、三宅と出場バンドメンバー全員による、平易、正意の掛け声で始まり、この時には、略してイカバン番店と言っていた。バンド呼び込みなどのナレーションは、関口真プロデューサーは、元スペクトラムクワタバンドのコ野拓郎収録スタジオは、日比谷シャンテ TBS スタジオ。 三宅主催のスーパーエキセントリックシアターの若手だった岸谷五郎、寺脇康文、山田幸信のセット隊が天ぷらトリオと名乗って前説とオープニング出演していた時期もある。しかし、1989年に番組のディレクターが麻薬所持で逮捕。1990年3月にも番組の 構成作家が大麻所持で逮捕される。同年4月、2年目に突入し、審査員が交代して、以降は人気が急落し、同年8月から9月の頃には視聴率が2から3%と高下。その後、バンドブーム熱の効下とともに、番組は終了した。新聞報道や番組内の説明ではあくまでも年内休止、かつ充電期間で、 1991年からはビデオ版で再開とされていた。三宅の所属するアミューズが番組制作に携わった。イカ天ンキングとチャレンジャー小バンドとの対決で7人の審査員の多数決で決まる。丸のキングの殺害4人以上なら勝ち抜き、四角のチャレンジャーの殺害4人以上なら新キング誕生がプレゼントされた。キングとなった週を含め、 五周勝ち抜きでグランドイカンキングとなる。ちなみに1989年7月頃までの札は赤丸と青丸で色分けされ、中にイカのロゴマークが入っていたものであった。この当時の審査員席は焼肉を焼くホットプレートのような宅の周りを5人が囲んで座るといった定裁であった。なおキングのグランドキング挑戦の週には強力な チャレンジャーがぶつけられることがセオリーとなっており、フライングキッズをあわやというところまで追い詰めた、クスクス、タマとマルコシアスバンプの対決、ビギンがノルマ寺院のグランドキングを阻止した、サイのラッシャー木村の耐イてむえろ、などの名言を生んでいる。カリー・カテンキングとルールグランドキング誕生の自収は、キング不在となる。したがってそのまま、キング不在で、番組は進行。 その週のチャレンジャー賞バンドが、キングになる。しかし初代グランドイカテンキングが誕生した。翌週のパニックインザズは、キングの実力かどうかの判断ができないということから、仮イカテンキングという措置が取られた。この仮キングの週は勝ち抜き週数にカウントされず、賞金もない。次週で勝てば正キングとなり、負ければ仮のままで終わるというもの。二代目グランドキングが誕生した。 翌週の歌舞伎ロックスも仮イカテンキングであった。また、三代目グランドキング誕生の週は、チャレンジャー賞のマルコシアスバンプを落とすのはあまりにも惜しいということから、審査委員長の萩原健太が、そのまま仮イカテンキングにして、残すのはどうかと提案。三宅はもちろん他の審査員も依存はなく、満場一致で番組中に決定した。この他、番組末期に、 仮キングとなったグルーは仮にするか本当のキングにするか迷いましたと言われておりもう少し評価が高ければキングとの対決を経ずしてイキングになった唯一の例となるところであったイカ天のルールはこの番組らしく臨機応変に変更されていったチャレンジャー賞と他の賞を同時に受賞したバンド複数の賞を受賞した出場者もいる審査員席には 赤と青の二つのランプがあり、もう見たくないと思った時には赤ランプのスイッチを押す。赤ランプが二つ点灯するとワイプとなり演奏中の画面が小さくなる。三分間ワイプを受けずにいられたら感想。ただワイプになってももう少し見たいと思った時には青ランプのスイッチを押す。すると演奏中の画面が再びいっぱいに戻るが、感想扱いにはならなかった。 最速ワイプ記録は、九州アッシュの14秒。登場時にふざけすぎて審査員の反感を買い、演奏前に赤ランプがついてしまったケースもある。またワイプをかわすため、わざと短い曲を作って挑むチャレンジャーも存在した。ちなみに、キングは、ワイプの対象にならない。1989年、1989年放送分に、 ついては参考文献のイカ天年間平成元年編の各回各ページの上部にすべて掲載されている。1990年、詳しい対戦スコアなどは、三宅雄二のイカス、バンド天国に出場したバンド歴代イカ天キングを参照。1989年3月25日までは審査員5人体制。4月8日、放送分から7人体制となった。 この番組の審査は例えば、吉田、とても好きです。ただエメロが、あまりにも八分音符が続いて、そこをちょっと、萩原、いや、あれいいですよ銀次、俺も好きだな、三宅。あ、今吉田さんも品宿を買いましたね。吉田、今、とても焦ってしまいましたというやりとりがあるように、政治的な駆け引きのない、厳しいながらも分け合い合いとしたものであった。 1990年3月まで1990年4月から1990年元旦日本武道館において再行された公開イベント。前日に同ホールで再行された第31回日本レコード大賞のセットを流用して番組のシンボルであるイカのデザインのセットを追加したステージが使用された。司会進行はレギュラーと同じく三宅裕二と愛原勇。 ナレーターは関口真が務めている。演目は以下の通り。ベストプレイヤーベストボーカル賞部門は受賞者によって編成されたセッションバンドという形式で演奏中に逐次発表された。受賞者及びセッションバンドメンバーは以下の通り。ステージに登場した審査員は以下の通り。放送休止日、スペシャルバージョンでの放送レギュラー放送時間以外で、 放送された特番原則関東ローカルだった。この番組も放送開始当初は前番組スーパーウィークエンドライブ土曜深夜族を放送していた2曲がそのままネットを引き継いでスタート以後番組の人気が上昇するとともにネット曲が増えていった。なお2007年12月30日に放送された本番組の特番イカ天2007復活祭は 全国ネットの枠で放送されたため、上記以外のつぼねでも放送されていた。特に毎日放送は、レギュラー放送時代、終了をまでネット局にならなかったため、関西地方では、この復活特番が唯一の放送となった。不祥事による放送休止は時節を参照。ドラマ書籍ビデオ、イカ点完全感想版 CD。ありがとうございます。